始まりました。村上夏実のなっチャンネル、イエーイ。はーい、この番組はなるようになるをテーマに、声優村上夏実がなっちゃんズや、村上自身が考えた様々な企画をなるようになるかチャレンジ検証する毎月2回放送予定の番組です。番組後半は会員限定放送となっており、会費は1ヶ月税込540円です。後半はチャンネル放送のみとなっておりますので、ご入会のほどよろしくお願いします。 YouTube では前半放送のみとなっております。またコメントやアンケートはチャンネル放送で行ってますので、 YouTube のご覧の方はよろしければチャンネル放送ページでご覧ください。番組の感想を Twitter でつぶやく際はハッシュタグウニナルでつぶやいてください。目指せトレンド入り。はい、皆さんお待ちかね、今日のゲストの紹介です。今日はこの方が来てくれました。イエーイ、わー、こんにちは、さくらまゆです。よろしくお願いします。あ、ようこそ。イエーイ、髪型も今日お揃いなんですよ、私たち。イエーイ。さあ、はい、この番組は知ってましたか？知ってましたよ、噂は聞いてますよ。なんかお酒を飲んだり料理を作ったりいろいろなんかしてるみたいなね。みんなね、お酒飲んでる番組でしょってね、そのイメージある。なんかそういう始まり方ではなかったんだけどね。そうなの。はい、ということで、はい、今日は相良まゆが来てくれました。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速お便りをいきたいと思います。何かな、はい、何かな、なっちゃんズネーミー。大丈夫、しょっぱな噛んでるよ。なっちゃん、もう飲んでる、もしかして飲んでた。なっちゃんズネーミーもタピオカさんからいただきました。ありがとうございます。はい、なっちゃんゲストのまゆち、こんにちは。こんにちは。いろんな人が新生活にだんだんと慣れてきた頃で、その中でも新しい出会いがあると思いますが、お互いの第一印象って覚えてますか？もしよろしければ教えてください。第一印象、第一印象。でも一番初め会った時ってさ、それこそそうだよね。でなんか一番初めのこう自己紹介ボイスみたいなのを、虹ヶ崎のね、自己紹介ボイスみたいなの撮る時が初めてだったんだけど、で、でも本当になんかいっぱいいっぱいでみんなのことあ、覚えてない、覚えてなくて。で本当になんか生放送とかが始まって、うんうんうん、一緒に飲みに行こうよって、ね、なってからまゆが始まる。まゆの歴史が始まる。私結構なっちゃんは初めて会った時ちっちゃくて細いなっていうイメージがすごいある。いやいやあとなんかこう、愛さん合ってるみたいな。嬉しい。そうそうそう、でもね、確かにね、一緒にこうご飯行ってね、その時いっぱいいろいろ喋ったりしてね、うんうんうん、そう、それでね、まゆのね、なんかまゆがお店を決めてくれたんだけど。あ、そう、決めたね。なんだろう、なんか LINE でやり取りがめっちゃなんかこう、仕事早いっていうか。この店にしよう、予約しといたよとか、ご飯行った、ね、行っても、これとこれとこれ食べようみたいな、これ美味しいよみたいな。なんかちょっとすっごいテキパキしてて、あ、仕事ができる子やと思って。ご飯だけは任せてください。めっちゃ頼んでくれるからね。うん、いい、あ、せっかくならね、いいとこ行きたいなってので、うんうんうん、まゆがいると安心って感じで。あ、嬉しい、ありがとうございます。はい、はい、お、お便りいっぱいだ、嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。なっちゃんズネーム、うまゆうまさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。なっちゃんゲストのまゆち、こんなツアー。こんなツアー。この間、うになるくんがなっちゃんの魅力は爆発力だと言っていましたが、まゆちから見てなっちゃんの魅力は何だと思いますか？またなっちゃんから見たまゆちの魅力は何だと思いますか？うん、あ、なるほど。あ、なっちゃんの魅力、でもいつもすごい笑顔なの。いやいやいや、本当に笑顔で。そんなことないよ。全然死んでる時あるよ。ちょっとそれ疲れてる時とかちょっと死んでるかもしれないけど、でも本当にいつも笑顔で、なんかなっちゃんこうなんかチラッと、それこそあの虹ヶ崎のときめきランナーズって曲の振り付けで、こうなっちゃんと目を合わせる振りがあるんだけど、ね、その時にいつもなっちゃんがこうニコって笑ってくれる笑顔で、うんってなって安心して次に進める。うん、でも本当笑顔が素敵で、なんかこうこっちまで安心させてくれるというか、元気づけてくれるっていうか、素敵です。いや、ありがとうございます。本当に素敵。いや、前はね、なんだろう、まあカズミンのカズミンの役の影響だと思うけど、うん、なんか切り替えがすごくて、なんか褒められたらん
カズミンのことかなみたいな。何今のちょっと何ちょっと煽ってる。いやその切り替えがすごいと思って。まあまあね。私ねちょっとあの恥ずかしがっちゃってできない時とかあるから。私も恥ずかしいよ。には見えない。まあそこはね自信満々で素晴らしいな。みんなが求めてるかなと思ってって感じです。ありがとうございます。似てるって言われてる。やった嬉しい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、なっちゃんズネームなんぽんさんからいただきました。ありがとうございます。なっちゃんゲストの相良さん、こんなつわー。こんなつわー。今回のゲストである相良さんは京都出身とのことで、うんうん、なっちゃんは京都に行かれたことはありますか？また相良さんがおすすめする京都のスポットを教えていただけると観光の参考にさせていただきます。私修学旅行で行って、おでもなんか清水寺の記憶しかなくて、うん、あのね清水の舞台ね、とにかく暑くて夏に行ったのかな。夏だったなんだろう、ジメーってした感じ。盆地だから京都は暑いんですよ、本当に暑い。でなんかこうなんだろう、お寺の何年にできたとかさ、うんうんうん、なんか学生時代ってそんなのなんかシーラねって感じでさ、まあそうですね、楽しんじゃってたから、なんかこう改めてなんかこうちゃんとお寺の歴史を知って行きたいって思ってる。確か大人になるとそれをね楽しめるよね、うんうん。確かに修学旅行で来るとなんで寺に行かなきゃなんねんだってなるくない？普通になんか食べ歩きとかしたの。食べ歩きということでですね、いや私のおすすめ、それこそ最近ちょっと私のツイッターでも上げたんですけれど、うん、山本免蔵さんっていううどん屋さんがあるんですけど、うどんめちゃくちゃ美味しい。へあのね、うどんの価値観が変わるんでぜひ行ってほしいですけれど、近くに平安神宮と、京都市の動物園もあるんで、うんうんうん、こう並ばず整理券をもらうパターンのお店で、例えば11時に行ったら、うん、まあ、15時くらいの整理券がもらえたりするね。そんな待つね。すごい。そうでもこう待ってる間も平安神宮だったり、その今動物園とかね水族館とか結構遊べるところも、お寺さんもいっぱいありますけど、そういうところもあるんで、まあ、お寺巡ったり動物好きな人は動物園に行ってもらったりして、こう時間を潰しつつご飯も美味しいの食べるっていう感じで、めっちゃプレゼンうまい。そこなの。まさかのそこ。すごいね、この短時間で京都の。あとでも京都ラーメンも有名だから、まあご飯ばっかなんだけど、あと抹茶とかね、いやいっぱい楽しいとこあるんで、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございます。ぜひ行きたい。はい、はい。ということで、はい、今日はマヨをゲストに迎えてあることをやっていこうと思うんですが、うんうん、みんな明日4月17日何の日か知ってますか？何の日だろうな。こういうとこな、こういうとこな。はい。前日という。私も嬉しい、本当に嬉しい、もらえてめっちゃ嬉しいわ。ありがとうね、みんなコメントもありがとう。嬉しい、ありがとう。ということで、はい、誕生日ケーキを用意しました。え、本当に嬉しい、めっちゃ嬉しい。わあ、美味しそうなケーキが。あ、美味しそうなケーキが。わあ、美味しそうなケーキが。見てください、なっちゃんズ。かわいい、なっちゃん。すごいよ、お花がたくさん待ってるよ。なっチャンネルでケーキだよ。あ、かわいい、ありがとうございます。かわいい。はい、でもね、まあ用意したんだけど、うん、ただではあげられません。なんだと？今から2人でゲームに挑戦して、スタッフが決めたところまでクリアしないとケーキはなしです。なんだと？こんな目の前にあるのに食べれないの？まだ。すごい、なんかすごいちゃんとした番組っぽい。今までにない感じ。はい、ということで、ケーキをかけてプレイするのは、うん、イップとオップ。おー、なんだそれは。イップとオップです。イップとオップ、知ってる？うん、初めて聞いた。うん、私も知らない。でも可愛いね、イップとオップって、ね、響きがね、響きが可愛い。はい、ということで、イップとオップは2人プレイ用の協力ゲームです。うんうんうん、操作は歩くこととジャンプだけになっており、シンプルですが、うん、とにかくチームワークが必要。チームワーク。はい、お互い助け合わなければ先へと進むことはできないそうです。まあ、私たちチームワークはね
あるよね、もうバッチリでしょ。ゲーム得意だしな。いえ、ゲーム得意だしね、本当だよ。できる。はい、で今回2ステージクリアで私の大好きなビールが飲めます。で3ステージクリアでケーキゲットという。なるほど。です。ケーキとビールをかけて協力してゲームをクリアしましょう。お酒も飲めるしケーキも食べれるかもってことでしょ。さっさと2ステージも行こうぜ。行こうぜ行こうぜ。はい、じゃあ早速プレイしてみます。ケーキを回収します。あそうだ、ケーキバイバイ、また後でなとか言って落としそうだ。でもいや落としたらもう笑えないよ。笑えない。よしよしよし。はい、ビールになっちゃう。私が緑で、私が赤だね。眉が赤ですね。さあじゃあちょっとさっき練習して、そう練習ちょっとしたね。前下で。ごめんごめん、行くね。しかもでも本当ジャンプと移動だけのやつなんで、この黒いやつは白いのを倒すと消えるらしい。でも黒いのに当たるとどうなるか一回やってみる？落ちちゃった。一回ね当たるよ。うわーってねなくなっちゃうの。これなんか一人が倒れるともう一人も連帯責任みたいな感じ。そう。だからどっちも生き残ってないと進めないっていう。面白いよねこれ、なんかすごい、私好きな眉がね結構うまいからいけそうな気がする。いやいやいや、そんなことないよ。よし、ということで、あ、危ない。あ、危ない。あー、ここ難しいよね、ここ。ちょっと待って。あ、これなんかね、なんだろう、感性っていうの、なんか感性の法則っていうのかな。なんかうまいことさ、こうなんだろう、こっちから例えばこうやってシュッていくとこうフューみたいな、こういうのがあるから、それが結構…それを利用して、ちょっと待って。ちょっと倒しに行くか。あ、いけない、これ一人じゃ無理だよ。ここは私が行って、お、こっち来て、なっちゃんこっち来て、なっちゃんこっち来て。はい、はい、よし、で私が倒します。倒してくれたら、あ、そっちお願いしていく。よしよし、任せろ。イエーイ、いいね、いいね、いい感じよ。いや、いいよ、これはすぐビールに行けそうだよ。やったぜ、お酒飲みたいぞ。私だってこの番組来たから飲めると思って来てるもん。もイエーイ。ね、前もお酒好きだもん。好きよ。あ、待って、あ、足、あ、いいのか。あ、でね、ここから皆さん面白い見せますよ。これね、これ飛ぶでしょ、チョーってやってこっち行くとピューって行くの。すごくない？すごいでしょ、これがね、楽しいの。おいで、おいで。じゃあ何？なっちゃん頑張って、頑張って。乗って、乗って、ジャンプした瞬間に。で、すごーい。イエーイ、おかえり。あ、で、ここ、ここは、このじゃあ台に乗っていくのか。あ、これあれか。危ない。ちょっと待って。いいよいいよ、心の準備が。よし。はい、待って、私が倒せるかも、これで。お、ほんとだ。これも協力プレイですよ。こんな白いの取ったらどうなんだ？なんだろうね、なんかポイントとかかな。まあでもね、クリアすればいいか。お、暗くなりましたよ。おお、これで1ステージクリア。クリア、やったー、順調だよ。楽勝だぜ。楽勝だよ。じゃあ2ステージ目、2人とも上手すぎるので余裕なので。わだってそうでしょう、余裕だよ多分。余裕だねこれ。とりあえず進んでみよう。ちょっとスタッフさんが笑うんですよね。笑い声聞こえるんだよね。この後めっちゃ難しい。まあ、これ余裕っす。そう、ここは色が同じ人しか入れないっていうとこなんで、じゃあ私こっちから入るか、なっちゃんこっちから。あ、そうか、私が最初に。そうだ、これで、はい、はい、ちょっと待って、手乗って。頭ちっちゃいんだよ。はい、はい、で、これして、じゃあ私が乗って、あ、あれよいしょ。そして、あ、オッケー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 。で、倒すね。倒します。で、そっちも倒してもらって、じゃーん。ねえ、うまいうまい。あ、ここまた、あれ、あ、シュッてやつ、シュッてやつかな。あ、でもシュッてできなくない？二人で、あ、いけんじゃない？普通に、ちょっと、はい、待って待って、はい、はーい、はい、で、ね、ちょっと、私がこっち行けばいいのかな。え、うまくない？私すごいゲームはボロボロだった。あ、あ、見てなかった、ごめんよ。初の死、初の死。あ、でも、でもこっち、一回これか。結構優しいよね。ね、ちょっとさ、ちょっと前から戻してくれるからいいね。よいしょ、ちょっと待ってね。これで、で、私がここに一回出るんだ。出て、あ、あ、これ。すいません。ちょっと待って。はい、はい、はい。はい、オッケー。オッケー。で、私が行く？あ、違う。私、これ、分かった。違う。あ、待って、どうしたらいいんだ。あ、違う。こっち、逆か。分かった。私が上に行かなきゃいけないんだ。
いけないですけど。あれ？おっと。待って。ゲームうめえな。ちょっと今ゲームうまいなってこいて。待って、合ってんじゃない？待って。合ってたのかな？もうさ、これだって当たんなきゃいいだけじゃん。あ、でもダメか。そんな？ちょっと。でもな、な。あ、だいぶ戻された。助けて、ちょっと待って。待って冷静に。ちょっと待って、いい流れが。ちょっと待って、はい、私を倒す。これ一匹ずつ倒そう、うん、冷静にね。冷静に私ここ倒す。落ち着けって言われてる。倒すでしょ。で、まず危ない。ここ上に行くのはまず倒してもらわない？で、入って当たんなきゃいいんじゃない、やっぱ。何これ。分かったかも。ちょっと私が頑張ってここを攻めて、うん、しゅうっしゅ。おすげーよー、きた。で、で、で、あ、で、普通に行く。あ、でもここ出れない。なっちゃん、そこうまくいける？いけないか。ちょっと待って、これやばいよ。悲しい目をしてるよ。大縄跳びの要領で。はい。おー、ナイス。あ、私も行かなきゃいけないじゃん。え、あ、そっか。おー、いけた。いけた。いや、これいけんじゃない。あ、いけたかな。お、え、これ夜になるじゃん。ならなかった。でもこっちだよね、多分。下から行って、あ、下から行って、ちょっと、うわぁ。ちょっと待って、どういうことこれ。待って、ここで、あ、待って。やっぱさ、そういうことかな。ここで、ここで何、ここに来て、ここに行く。はい。あ、無理かな。あ、そう言っちゃうんだろう。うん、ダメだった。ちょっとわかんない。え、待って。あ、わかったわかった、私わかった。ここでぐるんってして、この勢いで向こうに行くんだ、多分。ほら、いけそう。いけそう。本当に違う。いけそうじゃない。でも上に行くなんてなくない、重力で。あ、待って、わかった。ないない、わかった。その勢いでこっちに行く。あ、そう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 、そうだと思ったんだけど、いけなそうなんだよね、ちょっと。ほら、惜しい。でも、いけそうじゃない。このさ、左ギリギリギリー。いける無理無理、どうしよう。あ、いける。あ、ちょっと、にゃー。え、これさ、なっちゃんのやつ私がやるのダメなの。あ、よし、もう閉じ。いける。あ、もし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 、ギリギリ通って。あとちょっとギリギリを通る。そう、ギリギリを通って、なんかもう最短距離で行く感じ。待って、これ、あの、身長の差が出たんじゃない。ね、確かに。緑のこっち、キャラ差はないです。キャラ差ないってよ。ないよ。あ、やばい。でもいい感じだった、今。やばいよ、一瞬行けそうだった。これで詰まるよ。これで1時間終わるよ。バターに。確かにバターになっちゃう、このまま。いけたー。よっしゃー。イエーイ。よっけよっけ、次に進める。これで死んだら戻されるよ。大丈夫。まずだから、あの、下を行った方が。わかった、ちょっと待って、あの、これで行ってこいです。すっすっす。おー、うまい。うまいんじゃないこれ。ちょ、あ、そっか。あ、こっち来て、こっち来て、こっち行く。で、え、こうか。あ、待って、せーの、えい、えい。あ、いけない。足りない。え、これいけないのかな。行くしかないの。え、いけそうじゃない。でも、せーの、せーの、ドンと。いけないか。これも、これもなんか勢い。あ、え、これ何。あ、それ乗れない。乗れないよね。お、でも、え、乗れそうじゃん、こいつ。おい、どういうこと。おい、あ、上まで行かないと乗れないってこと。あ、なるほどね。そこと。あ、なるほど。あ、私それで落ちて、その勢いでみたいな。あ、待って、あ、でも乗れるわけないか、この高さ。一回上乗って。
せーの、あ、ビエーからのビュー足りてない、全然足りないんだけど、ちょっと一回、じゃあ前上行って、一回行ってみる、まずせーの、はい、シュ、あ、惜しい、惜しい、またこういうパターンかよ、惜しい、これでせーの、はい、すすで、降りて、おお、それパターンやってくれたら、で、あとはもうここ進むだけじゃない、ちょっと待って、そこはいけるよね、よしよし、いやいいじゃん、いいじゃん、いいぞいいぞ、いいぞ、ここは危ない、普通にこれ、これでいこう、いくでしょ、うん、あれ、あ、そっち行かなきゃいけないか、入れないよ、よいしょ、え、でもさ、あ、置いてこれと、おーい、どうしたら2人いけるんだ、あれ、いや普通に今行ってた、え、ちょっと待って、普通に今行けてる普通に行ってた、あ、こうじゃん、こうじゃん、普通にこっからこうじゃん、なるほど、本当に囚われすぎたね、囚われすぎたね、え、あれ、こっちでいいのか、ずっといいんだ、あ、また緑とあれあるよ、入れない、あー、いや、一回こっち来て、私のことはあれ、出ないよ、下から下、できないよ、こっち、出ないよ、え、こっちも飛べないもん、飛べない、あ、え、あ、わかった、まずみどりさんをあっちだっけ、みどりさん、みどりさんをね、クシュクシュ、私どうするの、取り残された、もしかして、ちょっと待って、あ、待って、これ戻る、あ、こう戻ればいいのか、ああ、こっち行って、こっち行って、さあ、私ちょっとあっち行って、うん、こっち来て、あ、こっち来ない、あ、そっか、来れないか、行けない、違う違う、分かった、やる、ごめん、あ、また行けなくなっちゃうあー、なるほど、あ、え、あ、うん、どっち、あ、いいよいいよ、そこ行って、行って、で、私が緑さん上に上げて、え、ほい、あ、あ、だい、上げて、上げての、私を上げる、上げて、どこ行くの、そっからさ、入って、こっちの緑に飛べない、無理かな、ごめん、いけるはずだよね、でもいけそうな気がするけど、どうなんだろう、あ、さっき、こっから、こっから、ちょっと一回試してみる、こっからこう、あ、いけんじゃん、絶対いけるよ、多分、え、いけなかった、ちょっと不安なんですけどえ、ちょっと一回練習してみ、あ、でも練習ダメだ、ちょっと一回戻ってもらって、ちょっと、あ、こっち来て、帰ってきて、前が上手すぎるんだよ、帰ってきて、はい、こっち帰ってきて、で、一回あげるよ、はい、はい、で、私をまず上に上げてもらって、はい、はい、よし、で、そう、白から戻って、白から戻って、ジャンプして緑に、ふぅー、助走、へいや、よーし、いけた、オッケー、いいじゃん、いいじゃん、え、もうそれでもゴールじゃない、お、お酒、ほら見てみろ、うちらクリアできたぞ、ほら見てみろ、というクリアできたぞ、別にあの飲ませないつもりでやってないんですはい、といったところで前半放送終了です、あっという間だ、よかったね、よかった、はい、ということで告知のコーナーです、イエーイ、はーい、眉からはどうですか、私からの告知は、ぜひツイッターを見てください、まあね、ツイッターで告知とかもいろいろしてるんで、うん、確認していただけると嬉しいです、はい、私からは、声優アニメディアさん連載のラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会活動ダイアリーの5月号で、私が担当させていただいてますので、そちらもツイッターに書いてありますので、よろしければチェックしてみてください、買ったよって人もいっぱいいるよ、ありがとうございます、い、ね、私まだ見れてないんだ、嬉しいありがとうございます、はい、はいはい、ということ で、次回の放送は5月3日
金曜日21時を予定しております。はい、番組ではお便りを募集してます。放送画面上に出ている運営コメントよりお送りください。公式番組公式ツイッターもありますので、放送画面上の URL よりぜひフォローをお願いします。出てるかな。番組の最新情報をお知らせします。番組の感想ご意見をつぶやく際はハッシュタグうになるでツイートお願いします。私はスタッフが後で覗きに行っちゃいますよ。目指せトレンド入り。はい、ということで、この後10分間の休憩に入ります。後半放送はチャンネル放送のみになりますので、YouTube でご覧の皆さんはぜひチャンネル放送ページに移動をお願いします。冒頭はどなたでもご視聴いただけますが、途中からチャインまだ飲んでないよ。大丈夫だよ。途中からチャンネル会員限定放送となりますので、この機会にぜひチャンネル入会をよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで後半も引き続きケーキとケーキのために、イップとオップをプレイしたいと思います。それでは皆さん休憩でーす。ビールはみんなも休憩の間に用意してください。はい、ということでまた10分後。またねー。